橋さん、あの体でトップコーナーから飛ぶって前飛びましたね。リスクもありますもんね。そうです、空中姿勢も綺麗でしょ。だがそのリスクに勝った、またグッド内野強に KOD アバック、うおー潰された、抜けた抜けた、そしてラリアット、決めた内野球だが、スリーカウントは叩けませんでした。さあ竹下選手またゾーン入りましたね。ここの勝負どころ、そうですね、これが本当にあの試合のターニングポイントにここがなると思うんですけど、内野選手にとってはこの初めてのタイトルマッチ、タイトル挑戦というのが人生のターニングポイントになると思うんですよ。だから本当にあの大げさじゃなく、ここで人生が決まると言っても過言じゃない、ここが頑張りどころですよね。自分に勝つを入れるかのように、そして日野にも勝つを入れるかのように、納谷幸雄が上から日野雄二を見下ろします。チャンピオンに対して立ってこいと仁王立ち。確かにここでいけるかどうかだよね。そうですね。うわ、今みたいな一撃を、きつい、今みたいな一撃を耐えな、耐えて耐えて、肉と肉、骨と骨、心と心、ぶつかり合う、ラリアットというよりかはもう殴り合いです。うわー、ハンマー、こめかみだが、なや倒れない、同じ技、お互い意地張りますね。すごい、負けられない、殴ってますからね、はい、あー、これに悩がついに後で殴られてるのと同じことですからね。当たりどころが悪ければ顎も吹き飛びますし、脳もガンガンに揺れているでしょう。あ、日野の手を振り払います。さあ小橋さん、もう修羅場ですね。もうここは修羅場ですね。負けてたまるか。もうええやろということか、決めるか、この納谷の成長を確実に体感しつつ、そして弾き飛ばすファンキンボー、日野雄二究極王に決まった。第80代 KOD 無差別級チャンピオン日野雄二、初防衛に成功です。竹下選手、はい、いかがだったでしょうか。いや、素晴らしいタイトルマッチでした。本当に素晴らしいタイトルマッチで、27年目の DDT がすごく楽しみになる一戦だったんじゃないかなと、感じましたね。先輩として納谷選手に何か言葉があるとしたら、今どんな言葉を。もちろん今は多分ね、彼も疲労困憊で何も考えれないと思いますけど、はい、明日とか明後日になってだんだん悔しい気持ちが込み上げてきて、で
まあ言っちゃえば今このね列で言えば一番後ろにまた並び直した段階なんで、そうですね、じゃあここから何を見せてくれるのかっていうのが、まあ、苗幸雄のここからのね、見せどころなんじゃないかなと思います。そこまでの過程を見せるのもプロレスラーですよね。はい。そして谷さん、はい、ヘビー級の戦いいかがだったでしょうか。いや迫力そう、肉体の音ってあんな弾けるんだって思いましたし、日野選手が普段解説席であのめちゃくちゃお酒飲んでる人とは思えないぐらいかっこよくて強かったですね。いや那谷選手も那谷選手で、負けてねまた悔しいと思うんですけど、この悔しさがまた強さに変わるというか、そうですよね、その負けが悔しいことが強さに変わるっていうのはプロレスに限らず何でもあると思うんですよ。多分谷さんだって経験ありますよね。あります。ここからまた立ち上がることができるか、そしてたどり着くことができるか、那谷幸雄の新しい戦いがまたこの瞬間から始まるわけです。はあ、お前だけいつまでも寝転がってずるいぞ。わしも同じように寝転がりたいわ。はあ、なや、はあ、そろそろ起きてもええんちゃう。強い、強かったなお前。はあ、またやろう。でもな、しばらくやめとこう。はあ、お前とのシングルはしばらくやめとこう。はあ、今日はありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ベルトは取れませんでしたが、この拍手が証明です。期待に応えました那谷幸雄。みんなが見たかった、みんなが求めていた那谷幸雄が今ここにいます。ヒロ選手、防衛おめでとうございます。ありがとう。すごい試合でした。次のタイトルマッチは5月3日横浜武道館を予定しております。 No! 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 その席はもうすでに予約済みだぜ。ホー、今日はたくさんのまさかな出来事が起きましたが、最後の最後までまさかと思うようなことが起こります。ここに来て再び鳴り響く後楽園ホールフェロモンズのテーマ曲、色めき立つフェロモニアンたち、男色ダンディディーノ、ディーノセクシーユーキ、タゲラシャイニングボールコーチ、今なりファンタスティック夢人、再びジャッジメントのリングに。長丁場お疲れ様、最後の情報だ、しかと持って帰れ。今日の試練をクリアし GM もいいと言ってるからな、次の挑戦者はこの E のセクシー勇気だ。いいなんて言ってないだろ、ダメだよ。今日の試合だって脱いだろ結局。約束破ってんじゃん、ダメなもんはダメだよ。ダメですよね、日野さん、こんなやつでやりませんよね。やろう、やろう、やろう。まずな、まずようこの試合の後にそんな感じで出てきたな。なんかもういろいろ台無しやん、ほらな。ちょっと、いやまああのあ、いいのくんな、いや、まじ、確かにな、前回あの、こつくて、ね、強いやつな、そんなんが DDT は必要や。確かにお前はこつくて強い。
でも今のそのキャラクターとはちょっとごめんやけどな、やりたない。もしお前が前みたいな真面目なスタイルでかかってくるっつうんやったら別にやったっても。日野、今のお前は冷静さを欠いている。よく見ろ、E の勇気はもういない、セクシーしかいないんだ。日野、いいから優勝落ち着け、とりあえず落ち着け。お前はすごい試合をした後だから疲れてるだけだ、落ち着け。ちょっと待って、俺が話をつける。おい D の、いや E の勇気か。おい、仮にだ、日野がいいって言ってもな、私は認めないよ。おい、どうしてもって言うんだったらな、この俺を納得させてみろ。おい、認めないだと、んなもん最初から分かってるや。誰かに認められようと思ってフェロモンズやってねえや。会社も世間も誰も認めない中、ここにあるものを貫き通すかだけでやってきてんだ。そしてここに立ってる。いいだろう、チャンピオンよ。でかくて重くて強いやつ、ノーノーノー、足りねえな。これからの DDT に必要なのはでかくて重くて強くていやらしいやつだ。聖地、ぶちまけてみろ。セクシー。そうだ、すべての条件を満たすのがこの男。そう、せーの、フェロモンズ。とりあえず今日のところは帰れ。じゃあ追って沙汰するんだな。追ってだ、落ち着け、落ち着け、帰れ。チャンピオン頼むぜ。どうやら結論は先送りされた模様です。じゃあとりあえず今日のところは保留ということで、落ち着いて冷静に考えてみてください、ね、お願いします。今日の5時間興行いかがでしたか。自分はすごいと思う。ほぼ DDT の選手だけで5時間、いや5時間超えたよね、もう6時間ぐらいだったよね、はあ、そんなやり続ける団体この DDT しかないと思うよな、はあ、さっきのやつもそうや。あいつが入場してきたとき、みんながなんかようわからんポーズしてね、迎えてた。あいつの人気もすごいね。後半のタイトル3連チャン、わしは裏で見とったけど、みんなすごかった、はあ、エニアフォール、なんやあれ、わしも一回ぐらいやってみたいな、あんなもん、はあ、その前のてっちゃんもすごかった、はあ、その前のあれ、高木三四郎さん、まだまだいけるね、はあ、こんなにすごい試合がいっぱいあって、それで5時間、こんなもん DDT だけやで、はあ、みんなこれテレビに映ってんの、テレビを見てるみんなもや、すごいプロレスみたいにやったらこの DDT に来い。そしてそのすごい団体のチャンピオンはこの俺や。お前らよう見とけよ、この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 、
今日のバケダムが。そしてかっこいいチャンピオンが日野裕二です。